スノーマンメグロレン10年後、20年後も、悔いのない生き方ができたら、ストーンズ松村北斗は、僕を選んで間違ってなかったと思われるように。第46回日本アカデミー賞の新人俳優賞受賞者を取り下ろした写真が2月23日から3月16日に、東京渋谷のレイジャード宮下パーク、東京都渋谷区に展示されるのを前に2月15日、メインビジュアルと受賞者のコメントが発表された。 ニューシネマフェイス2023と題した企画。コメントは自分にとって映画とは10年後、20年後の自分像はという問いに対する答えとして発表された。月の道かけ広木隆一監督で受賞した人気グループスノーマンの目黒蓮さんは一回きりの人生なので10年先も20年先も悔いのない少しでも楽しい時間が増えるような生き方ができていたらいいなと思いますとコメント。